ボスとムーの直前マニアック。11月17日火曜日21時半になりました。この番組は来年公演予定のミュージカルドリーマーに出演いただくキャストの皆さんを毎回一人ずつゲストにお招きしまして、その方の生い立ちからこれまでの人生、またここからの先の未来についてしっかり深掘りしていこうというマニアックなラジオ番組です。改めましてボス片山です。はい、そして明石オルケさん西村博文です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきちょっとだけSOC ついてからね、はい、1時間ぐらい寝てたんですけど、はい、今なので寝起きです。そうですね、はい、僕がおはようございますって入ってきた時、片山さん、SOC のステージで寝てました、ね、寝てた。でも今日のゲストの人がおはようございますって来た瞬間、はい、シャキッとしましたよね、うん、もちろんそれはそうやで。 僕と二人の時はなんか、そうやな、でおはようございますって来たらおはようみたいな感じで、それはやっぱりな、ちゃんとしとかなあかんからな、分かりやすいなというところ。そうそう、今日もやっぱりテンション高いですね。そうね、若い女性が来てますから。いやもうそれはもう今まで多分俺一番テンション高いんちゃうかな。また一番出た。さあ、今夜のゲストはハリーという愛称で皆から愛されるミュージカル好きな彼女のことを僕もしっかりと知りたいこの方です。はい、皆さんこんばんは、ハリーことハリーあやかです。はい、よろしくお願いします。確かに僕彼女のこと1ミリも知らないんで。そうやろ。多分過去、5人ゲスト来られて来ました、ね、第6回ですけど、はい、ダントツで知らないですこの人のこと。そうですよね。だってあの先週の放送の最後のところで、うん、ハリーの顔は全く思い出せないって、思い出せへんって言うたから、ね、聞いてくれてるみたいですね毎回ね。そうですよ、私毎週聞いてるのに、うん、なねえ、そんなことないですよね。めっちゃショックですよ。で今日も現れて、うん、僕なんて言いましたけど、そんな顔やったっけって言いました。そうです。思ってた顔と違うって言われました。あ、そう、思ってた顔と違う。僕がなんか思い描いてたハリーっていう人はもっと違う顔だったんですけど、なんか よかったです。よかったんや。日進月歩なんでしょ。プラスになったってプラスになったよ。あ、よかったよかった。じゃあよかったです。自己紹介というか、何をされてる方 方なのかって。そうそうそう。あ、普段ですね、うん、普段は、音楽大学で声楽を学んでおります。ほうほうほう。はい、クラシックなんですよね。音大。音大です。現役の。現役です。現役の音大生。現役音大生です。うん、初めて、なんか、音楽家らしい子が来ましたね。そうですか、そんなことないですよね。そうなんかな、わからない。音楽専門学校とか多いけどね。けど、なんかこう、声楽っていう。声楽ってなってきたらちょっと違うね。なるほど。大阪音大っていうことですか？そうです、そうです。そうだよね。そうね。京都やんな。京都じゃなかった。大阪音大なんで大阪です。あ、そうや、寝ぼけてんの。寝ぼけて、あ、ごめん、ちょっと待って。大阪、その現役で大学生やりながら、はい、そうです。ステージ的なものにも立っている。そうですね、うん、でも普段は学内の、うん、例えばオペラとかオペレッタとか、はいはい、ミュージカルとかそういうのに立つことが多くって、学外はこのソアーズが初めてです。そうなんや。はい、在学中は。そうなんですよ。でミュージカルのそのドリーマーは何で知って、はい、あのオーディション応募してくれたの？あの、うん、私が大学でやってた劇団があるんですよ、うん、自主公演でミュージカルをやってる劇団があって、うん、はいはいはい、そこにあの普段こういうラジオとか、うん、そういう MC とかやられてる先輩がいて、うん、その方がたまたまアムホールでお仕事をしたらしくて、うん、でなんかその時にこのドリーマーのオーディションのあれを見つけてきてくださって、うんうん、ハリーこれ受けたらって言ってくださったのがきっかけで、はい、これを受けるっていう。ね、片山さんも当然そのオーディションには審査員で、うん、もちろんでもない審査員、うん、どうでした？いや、第一印象というか。そうやな、今日もそうやけど、この屈託のないなんていうの、笑顔パワーみたいな、うん、そうですね、バーンって受け止めて、もうね、笑顔がでかい。そう、今日笑顔がでかいってめちゃくちゃ言ってくれる。笑顔がでかい。いや、これ取り柄やと思うね。だからその時のインパクトも、あ、こういう子がそのね、一座の中に行ったら確かにちょっとこう稽古場がいいんちゃうかっていうのと、確かに、いや、それはそうかもしれないですね、本当に。そうそうそう、うん、でアンケートにも触れるんですけど、はいはい、その名前の由来のところで、はい、この彩香っていう名前がね、はい、あのまあ、夏を彩るって書いてる、はいはい、まあ、夏を彩るような活発で素敵な女性になりますようにという意味で、あの、うん、名付けられた。ご両親がつけたのか、はい、そうです。そのまんまに育ってるんでしょうね、だからね。そうよかった。ご兄弟とかは？一人っ子です。ああ、そっかそっか、一人っ子か。一人っ子なんですよ。一緒や俺と。え、ほんますか？もう 俺一人っ子やから。あ、ほんますか、うん、あ、初めて知った。あ、前もない長い付き合いだけど初めて知ったけど。片山さんが一人っ子って聞いて なんでこんなに興味湧かないんやろ。湧いて湧いていこう、そこは。片山さん、はい、でここで何でしょう、おはがきなんで、はい、2通来ておる。よかった、早か。
片山さん、西村さん、ゲストの方、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも配信を仕事帰りの電車で楽しんでおります。はい。最近寒くなり、仕事柄で水に触れることが多く、手が荒れやすいので、仕事終わりにお気に入りの、ハンドクリームを塗って癒されています。うんうんうん、そこで質問なのですが、はい、皆さんの仕事終わりの自分への癒しタイムは何をされていらっしゃいますか？教えていただけますと嬉しいです。うん、はい。ペンネームですかね。ふみえさんから。ふみえさん。はい。ありがとうございます。さあハリー、はい、仕事終わりというか学校終わり授業終わり、はい、どういう形で自分を癒してるんですか？私の癒しはやっぱ YouTube ですかね、うん、私 YouTuber めちゃくちゃ好きなんですよ。あーもうそこの話を始めたらちょっともうこれ何もうアンケートどうでもよくなるぐらい誰っていう話になるわ。水溜りボンドさんが大好きで、何ですか、うん、ライブとかも行ってて、あ、そうなん、そうなんですよ、めちゃくちゃ好きで、だからなんか何ですか、うん、学校終わりとかは絶対水溜りボンドさんの動画を見て、うん、なるほど、はい、そのハマる何がいい の、 その水溜りボンドのどこがやっぱ掛け合い、掛け合い、なんか2人組なんですけど、うんうん、やっぱなんて言うんですか、うん、相方愛みたいなのが、ほう、そこにやっぱいい、あとドッキリの掛け合いとか、はい、やっぱこう2人いるからこそ、うんうん、なんかこう出来合うことみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういうのが好きですね。あ、そうなんや、うん、なんか猫をね、うとってたら本人来るとかね。あ、そう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 、そう、なんかやっぱり YouTuber の人たちってそれぞれが本当に好きなことやってくれてるから、そうやね、うそうなんですよ、すごくいいですよね。で、もう一つ、はい、あるんで、片山さん、ムーさん、ハリさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今回今回のゲストハリーさんのこともドリーマーのキャスト発表で初めて知りました。ありがとうございます、ハリーさん、はじめまして。はじめまして、ツイッターのプロフィール欄に声楽を学んでいると書かれていたので、今日一曲歌声を聴けるのがとても楽しみです。ラジオネームユッキーさんということで、うんうん、ありがとうございます、だからちゃんと事前にこうやってその日のゲストのことを知ろうとしてくれてるから、愛やで、これは番組愛ですね、うん、番組愛やわ。だから歌声を聴けるのがとても楽しみだということで、俺も楽しみやね。また後でゆっくり、これは後から ね、はい、今日の目玉ですから、声楽ですからね。そうですよ。でですね、はい、子供の頃の夢、昆虫博士、うん、昆虫博士、ファーブル昆虫記、そう、あ、懐かしい、懐かしいな、昆虫知らんやんな、ファーブル昆虫記なんかな。でも題名は知ってますよ。あ、本当、ほら小学校の時よう読まされたんや、うん、読まされた、図書館にあって、うん、読まされたんですか、うん、宿題とかでね。そう、なんかファーブル昆虫記は、まあ昆虫博士ということで、どういうところがこれ来たん、なんで昆虫に興味持ったの。いや、なんかまず前提として、私あんまり子供の頃の記憶がないんですよ、うん、前提、どういう前提や、何の前提、なんかありますか。まあ断片しかないな。そうなんですよ、断片もほぼない、うん、そうやな、俺もそうや、小説で言うたら2行ぐらいしかないわ、うん、そうですよね、うん、それはまあ年齢的なことあるでしょうけど、あるあるある、あなたまだ若いからな、22歳でしょ。22なんですけど、だって小学校低学年って言ったらまた十数年前でしょ。そうですよ、そんなん十数年前なんて俺と片山さんも一緒に仕事してるからね。そうやな、ほんまやな、そう考えたら十数年前の記憶なんてありありじゃないですか。あります、十数年前はあるな。だってまだ、ね、まだこのSOC が心斎橋でできたみたいなぐらいの頃の記憶なんてあるから、確かにないかね。ないんですよ、それが。なんかトラウマでもあんのか。いや違う、なんかそのショックでとかじゃなくて、なんかこう1年1年が濃くて、どんどんこうアップデートされていってて、あんまり記憶がなくて、で、あ、ちゃんと母に電話したんですよ、これ、私子供の頃なんか言ってた夢って偉いな、いや、そしたら母が一言、あんたは、人と違うことが好きなところがあったから、そのお花屋さんとか、はいはい、パン屋さんとか、ケーキ屋さんとか、そういうなんかこうザ女の子が言うみたいな、夢を言うのダサいみたいな感じはあったで、みたいなこと言われて、いや、そうだよねって言ってたどり着いたのが昆虫博士。なるほど、だ根拠はないやん、もう母親の思い出やな、もはやな。 でもめっちゃ虫好きなんですよ。今も今も。じゃあ一番好きな虫なの。そうや、まあ、虫というか昆虫か。そう、昆虫。でもやっぱり王道にカブトムシとクワガタは大好き、うんうん、はい、ね、あ、そうやな、俺カマキリの方が好きやけどな。まあ別に、そこ別に、コオロギも好き。なんで張り合ったん、なんで張り合ったん、そんなに。いや、いいよカブトムシ。昆虫の図鑑をこう見てるのが好きだったんですよ。で、家で結構こう何世代もカブトムシがこう繁殖させてて、すごいやん。そうなんですよ、そんなことできんの。5世代ぐらいまで多分いた
ですよ。山でおじいちゃんとあのカブトムシを取りに行って、うん、でその子たちが卵を産んだらそれを育ててみたいな。あ、そう、はい、クワガタもやってました。いいな。ご実家はどちらでしたっけ？徳島県です。徳島か。徳島なの。徳島、いやすごいな、うん、テンション上がったで、むーちゃんの。徳島なんですよ。松重か。松重です。え、松重？松重ではないですけど。松重じゃないけど徳島なの。そうなんですよ。なるほど、なるほどな。これはすごい。あ、よかった。あ、なるほどね。そうなんです。ん、あ、ならやっぱりちっちゃい頃から昆虫とかよく。そうやな。そうですね。見てたでしょうね。なるほどな。夏の夜の自販機とかもう見えないみたいな。もう見えないみたいな。あれはかなんな。もうガーだらけのやつやろ。ガーとかヤモリとかで。ヤモリな。そうです、そうです。一回だからドーンってやって避けて飛ばすんや。そう、僕もやっぱほら島育ちですから。さすがやな、すごいですね。それは俺無理やわ、近寄られへんわ。でですね、うんうん、特技です。でカラーカウンセリングって書いてて、うん、だから占いみたいなものなので。そうやな。だから生年月日教えてくだされば軽く占っていて結果をお話しすることが可能だっていうことですから。これできんの今から言って。いや、ちょっとあの事前に教えてほしかった、うん、ああそうか、言うといてあげたらよかったんやな。そういうこと。そうなんですよ。事前に知っといたら、うん、それを自分が分析をしてどう思ってこれたんや。そうです、そうです。なるほどな。あ、じゃあぜひ次回にめちゃくちゃ当たるんで。なんか片山さんも知らない片山さんを私は知ってます、うん、マジで。俺も大概自分のこと知ってるつもりやで、うん、まだ知らんとこあるの。まだ知らんとこあるのかな。あります。まあまあ知ってて、まあまあ自虐的にそれを話してきた人やけど飲みの席とかではすごいからね。やばいな。そうなんですか。こんなとこでは言えないような自虐的なことをもうバンバン言うてくれるから、もう残念ですね。残念やな。そんな話は聞けない。でやっぱり22歳現役大学生ということで、はいはい、あのそこから先はね、もうこんなにもあのかもなく不可もないかっていうぐらいあの可愛らしいのが並んでるんですね。だ、まあ、例えばバイト歴で言っても、うんうん、まあ、劇場のアルバイトとか、はいはい、運命を変えた人っていうのはやっぱり高校の時の先生とか、うん、そうですね、うん、で初めての挫折に関してはこれからですとか。あ、そうですね、まだしてないことやな、うん、だからここら辺は ね、ちょっと多分これからいろいろあるんでしょうけど。そうかな。だからフェチですね。そうやな、フェチな。これ超リアルなんですよ。声、声、はい、うん、声が好きなんだね。もうキモいみたいな顔ですよ今の、今の感じは。いや、そんなことないですよ。完全にもう全然見ないじゃないですか。そんなことないんだよ。僕に任せればいいんだよ。まあ一応ここはもうスルーしておきたいんですけど。はい、ありがとうございます。一応ね、フェチっつってもね、うん、はい、そう、だからどういうっていうことがありますよね。声、うん、歌声。あ、歌声か。歌声フェチ、はい、そうですね、うんうんうん、城田優さんとか。はあ、なるほど。浦井健二さんとか、ね、めちゃめちゃやってはるもんな。そう、はいはいはい、ああいうなんか甘い高めの声の人が好き。あ、そうか。じゃあ俺今さっきずっと低い声でした。あのいい声イコール低いやと思ってたらダメですよ。そうやな、キリンですって言いそうなったもんね、うん、そうなんです。僕もまあまああのいい声ですので言われるんですけど、うん、あのだからちょっと僕も若干うんと思ったけど、まあ高めって言われたから。高めやったら、うん、もうまあほらないやん、もうどうでもいいわと思ったら、もうこの話終わろうかなっていうぐらい。いやいや、そうなんですね。それも違います。あ、それも違う、はい、あ、そうですか。それも違います。じゃあ例えばその歌声、はい、プライベートとかでですよ、こうだから喋り声とか、はい、そういうのの声はもう全然関係ないってこと。あ、でも喋る声の方は、うん、あの低い方が好きです。お、低くて澄んでる声の人が好きです。低くて澄んでるか。これまでとしてはやっぱ声から好きになったんや。はい、なんかこう一緒の舞台とかで共演させていただいた時に、うんうんうん、もう第一声、うん、聞いて、うわ好きみたいな。あ、へー、それ結構。じゃあ例えばミュージカルってなんか今回ドリーマーだって言ったら、うん、はい、20人30人ぐらいいるわけじゃないですか、はい、でその時にもうやっぱりあったんだ、あ、はい、この人の声好きって。あった、あった、ありました。誰、誰、誰や。福美さん。はあ、ね、ほんでですね、この先に金あったり広げたり、はいはいはい、あ、いや高いもんあいつ、なんかちょっと、いや、あいつはね、うん、低いんですよ。低いけど歌声は高くて、高、ね、地声が低くて、ね、でも確かにちょっと進んでて、はいはい、でもあいつあれ分かって出してるからな。あの、あ、分かって出してらっしゃる、ね、自分がかっこいいって分かってて出してるから、ね、狙って言ってるんですね。あいつタッチ悪いから悪い、どっちが悪いかだ。ムーの方が悪いけどな今はな。あ、そうか。いや、そうなんです、まあ、福民は確かに人気ですよ。福民人気やな。福民はもう、うん、だから若い女性キャストは大体みんな福民って言う。へえ、うん、それもコスモスの時から。そうなんです、まあ、でも俺も福民好きやからそこはあんまり、うん、別にまあいいかなと思いながら。いいんじゃない。
なるほどね、うん、だからこれからまだ稽古が再開したいなんかなった時に、はい、ちょっとハリーとフグミンが喋ってたら、うん、ちょっともう僕らはおっていう、そうやな、ヒューヒューっていう、何やヒューヒューって中学生かもうこの先に叶えた夢や目標がやっぱりビッグな舞台女優になる、うん、ね、憧れてる舞台とかあんの？東宝のミュージカル、帝国劇場に立ちたい。いや、ビッグな女優になろう、うん、ビッグな女優にな、はい、なんか憧れてる女優さんとかいるんですか？うん、そう、それそれ、コン夏美さん。あー、コンさんな、ミュージカルやな、やっぱりうまいもんね。はい、そうだね、初めて見たのが、うん、コン夏美さんのレミゼラブルのエポニールやったんですよ。はいはいはい、もうそこから私の憧れは全く変わらないです。うん、エポニールとか良さそうやでね。やりたいです。やるとしたらね、はい、うん、もう4回オーディション受けたんですけど、ちょっとまだ引っかからないので。すごいやん、頑張ってんな。ちょっと次5回目頑張りたいと思ってますけど。 そんな、はい、はい、ハリーさんですけど、はい、もうだから声楽やってる、音大通ってる、はい、歌、うん、聞きたいですよね。そうやね、そう、ユッキーさんも言ってたけど、うん、今日歌が楽しみいうことですから、はいはい、こんな風に弾いてくれって言われたの初めてですからね、うん、いいよなそれも、うんうん、いや、こう毎回聞いてて、うん、あのムーさんだったら、うん、あのこういうざっくりとした私のイメージを、うん、多分すごい形にしてくださるんだろうなっていう、うん、絶対的な信頼です。いい、はい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 、そんな信頼関係あるっけ俺らに。
チーフください。ありがとうございます。いやー、染みましたね。ちょっとちゃんと物語として聞こえてきた。だから聞いていて、あ、本当ですか？うん、それこそ木綿のハンカチーフみたいな声してるね。え、てて、どうでしたか、歌ってみて、むーちゃんのピアノで。いや、もうね、うん、すごいおしゃれにしていただいて、うん、いやいやいや、発注通りやった。はい。僕もなんかそう、今日改めてハリーの歌聴けてよかったなと思った、うん、だから彼女を生かすも殺すもっていうとこですから、うん、本当ですか？頑張るよ。僕は個人的には期待しておきたいと思いますけど。そうだよ。決まってる舞台とか公演とかそういうのはあったりするんでしょうかね。はい、はい、来年の1月10日に、うん、これは大阪音楽大学の学生で作り上げてるトゥッティオペラというのがありまして、トゥッティオペラ、はい、トゥッティオペラ、はい、でこちらで、オペレッタコウモリ上演いたします、はい、それと私飯田役で出演させていただきます。飯田、うん、はい、飯田、どんな話コウモリ。浮気浮気、あ、なんて言ったらいいんですかね、いろんな物語がこう、うん、いっぱい入ってるんですけど、うんうん、メインは復讐劇、喜劇なんですけど、うん、復讐してやるぜみたいなところに浮気の要素が入ってきたりとか、はい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 、あとなんか騙し騙されみたいな、仮面舞踏会を、はいはい、舞台でやるので。あ、そうなんやな、はい、そのイーダっていうのは浮気される役、いや、脇役なんですよ、これ脇役なんや、はい、うん、ヒロインの、うん、お姉ちゃんっていう役になってまして、バレエダンサーの役です、うん、へえ、あ、ダンスもするってこと。ダンスもします。あ、そうですか、はい、ダンスもできるのか。あ、じゃあ逸材じゃないですか。そうですよ。いや、もっともっと押していきましょうよ。そう、来年はもうこの笑顔がムーちゃんの顔にへばりついてしゃあないぐらいになる。いやいや、僕がとかじゃなくてもうなんで俺が真剣なこと言ってんのにも。いや、なんかほら、やっぱりね、僕はこの番組やってて思うの、やっぱビリーブコスモスって来て、このドリーマーから入った人間と、うん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 、そのずっとおる人間っていうところの、その感じが、僕は結構旗から見てて楽しくて。なるほど。もっとなんか逸材が、今日の彼女もそうだけども、なんかやっぱりコスモスの時からの人たちがまだこうイベントやったりとかいうんですごい目立っているから、もう頑張っていこうよってことです。頑張ります。こっからやな、はい、こっから、うん、あるある、そういう機会を絶対、こんな逸材をこんなずっと眠らせておくわけにいかん。いやいや、いやいや、だからあかんよ。頼みますよ、本当に、ね、よろしくお願いします。はい、ザ・ガレージオペラハウスというオペラハウスで上演します。これも誰でも入れるやつ。ちょっと今話し合い中ですね。あ、そっか、まあ、コロナの詳細は、ね、そうなんですよ。本来はこれまではやっぱ入れたんだよな。これまでは、はい、全員入れたんですけど、ちょっと学校のこととかもあるので、うんうん、そうだよね、なるほどね、まあ、でも詳細は私のツイッターで随時更新しますので、はいはい、もしね、はい、見に行けるようでしたらね、ぜひお願いします。行ってあげてほしいし、僕も行きたいですね、はい。あとは、2月19日20日ですね、うん、こちらは京都府立文芸会館で明日の森のチコという音楽劇にアンサンブルで出演します、うんうん、アンサンブルでね、はい、2月19、20日19、20日、2日間あります、はいはい、こちらは誰でも入れるチケット制にはなるんですけど、京都府立文芸会館のこの作品っていうのも大学の関連、あ、これはまた外部の外部のやつ、はい、ほほほほ、公演になってまして、そうなんです、うん、まあ、だからなんかでまた他にもね、いろいろ増えてくるかもしれないですもんね。そうですね、だからもろもろはもうハリーの SNS をチェックしてください、はい、ということですね。今日の放送で少しでも彼女のことをいいなと思ったら、うん、ということですね、うん、結構いろいろなこうハリーちゃんの明るさとかこう歌の、ね、良さとか、うん、結構今日出せたんじゃないですか。出せたと思う、ね、伝わりましたかね。伝わったと思う。本当ですか。というわけで今日もね、ぼちぼち終わらなきゃなというぐらいの時間になったわけですけど、はい、どうでした今日、うん、今日めちゃくちゃ緊張してたんですけど、はい、めっちゃ楽しかったです。本当、はい、なんか話せました、話したいこと話せました。そうそうそう、話したいこと話せました。なんか最後に僕とかムーちゃんになんかこう質問とかない？質問、うん、もしあれだったら、まあ、僕なんて今言うことでもないけど、はい、初めてこんちゃんと喋ったと思う。本当ですか？いや、僕たち、僕たち、あ、そうですね、そう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 、そうですよね。片山さんとは多分ね、うん、去年からいろいろ話してきたと思うけど、僕は本当に挨拶ぐらいしかしたことなかった。むーちゃんはだいぶ知ったよね。はい、うん、
またなんか一回またなんか一緒にお仕事させていただきたいです、うん、ムーさんのピアノでまた歌いたいです。頑張ってくださいそれは。頑張ります、うん、歌わせてもらえるように頑張ります。僕から降りていくことはないんで頑張ってくださいそれは。そうや、頑張ります。頑張って上がってきてくれると、そうなる時が来るよ、はい、うん、そんだけのポテンシャルはあると思うんで。そうやな、もうそこに期待したいと思うか、はい、うん、頑張りましたね今日はね。よかったでございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、本当にね。さあ、番組もですね終わりの時間が近づいてまいりました、はい、次回の放送は第7回目11月24日ですね。早いですね。ゲストは、はいね、もう7回ですか。7回ですから、はい、ゲストは佐藤隆さんでございます。これがね、うん、もうどんな回になるのかわっけがわからない。これは面白いんじゃない。急に佐藤隆でしょ。そうですよ、もうねよくわかんないですよ。ムーちゃんがどんな風に喋るのかが楽しみだな。そうなんです、僕もだいぶあのお付き合いさせてもらって長いんで、はいはいはい、でまただキャストとしてのあれなのか、うん、経営者としてのあれなのか、ね、ミュージシャンとしてのあれなのか、はいはい、で役者としてのあれなのか、いや全部聞かせてもらいたいな。また片山さんとの、はいはいはい、そのギリギリの話も僕は聞きたいんですよ僕はあの、ね、そのこの今のエンタメ業界を、はいはい、お互いそのトップと、はい、トップの人間として、はいはい、社長同士の、はい、そういう話とかも僕は聞きたかったりもするんで、ね、うん、俺もちょっと今までにないラジオ放送したいなと思いますから。いやもう僕はちょっと来週は絶対に聞き役に回ろうと思ってるんで。あ、本当、うん、もう2人のもう僕が得すればいいっていうぐらい濃い話を聞きたいなと思います、はい、ぜひともね、はい、皆様楽しみにしておいていただけたらと思います。はい、はい、楽しかったですね今日もね。ということでじゃあ、次回11月24日もですねぜひとも聞いていただけたらと思います、ボスとムーの直前マニアック、お相手はボス片山と、西村ひろみでした。また来週11月24日火曜日この時間このチャンネルでお会いしましょう、はい、ハリーちゃんもどうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。チョクマニをお聞きいただいた皆様、本日はありがとうございました。ハリーことハリーあやかです。人生初ラジオがこのラジオだったんですけど、いっぱいおしゃべりもできて、ムーさんの素敵なピアノで歌うこともできて本当に楽しかったです。聞いていただいた皆さんも楽しんでいただけてたら嬉しいです。これからもハリー頑張りますのでよろしくお願いします。